はい、24日木曜日、ジュニオリ対策ユーストレーニング1本目、急斜面ライトエコース、ビブ1番小野里香蓮、遠いとこ、そういうところでもう負けです、あの1ターンで。はい、カノン1本目、今のところビブ32番、もう一回ドローし直しかもよ、カレン。そういう噂が。はい、カノンの方がいいライン取ってきたね、あのスルーの後。はい、竹内ルアー、ケツ、今日は結構振り幅振ってありますね、先生。結構本番仕様きつめのセットですね。ちょっとウェーブ越えて引っ張ってます。次鶴鹿野かな、これ、はい、あ、これ鶴鹿野だな。はい、鶴ちゃん、鶴ちゃん、ツッコミタイプどうだ、ゴーってなるよね。ツッコミはいいけど頭ちょっと内が入ってる、そうすると後半きつい。はい、串田優、ケワン、今のところスタートなぜか89番、静岡県一通過なのに。振るなよ、肘出すんじゃねえ、肘出すんじゃねえぞ、ああいう肘出したら一旦でお前コンマ1やられるぞ、意味ねえあの肘。はい、山口レオン、ターン後半内残りすぎだ、俺粘れっとい。はい、オッケー。内側に残りすぎなんだよレオン、はい、内側に倒れすぎな、ターン後半に。オッケー、はい、めっちゃいいコースだな普段カッチンコッチンなんすよ、こんなコース今まで隠してたんで内緒にしてた、意地悪だな風間レーシングプレートこれ誰か、あ、ゆむせです。はい、ゆうやビデオ準備できたよ。はい、ゆうかくん、この次の次スタンドいきます。はい、31本目、よいしょ。頑張りすぎる、タイミング全然合ってない。はい、2の1本目アンジュ、行きます、お願いします。タイミング全然合ってなかったね、うん、スタートから。はい、いいよ。意外とこれさ、2のストック効いてないよ。ストックっていうよりちょっと、はい、カレン2本目、これ最初
まだ待ってるぞ。お願いします。もっとダイレクトに行けるぞ。はい、今の頭の後ろに入ってますね。ここ。まあさっきよりいいか。ちょっとエッジングが長い。ちょっと待ってね。はい、OK。はい、カノン2本目。はい、お願いします。危ねえ。それはやばいよ、お前。頭入りすぎだよ、お前。ほら。おい。本番はやめてよ、カノンちゃん。はい、チャンルアかな。これチャンルアだな。だから今ってなった。チャンルア頭内側入りすぎか。打ち方、おい、打ち方下がりすぎだよ、これ。ナイスライト。右外側の肩、打ち方が下がりすぎだよ。微妙な肩さ。それでそうなっちゃうんだよ。でも足元じゃ感じ取れねえか、片足は。はい、つるちゃん、2本目。頭入るなよ。この辺まではいい。こっち入ってるぞ。誰だ？こっち掘れ。お、でもさっきよりいいぞ、ラインは。突っ込みすぎず、ちょっと巻きすぎだ。今、スタート誰だ？稲葉さん取れました。はい、どうも。レオンかな。すいません、ヘッドのレントゲンの写真を撮りたいんで、ゲレンデに何本か出しちゃっていいですか。レオンだ。もちろん大丈夫です。うん、そうそう。はい、ありがとうございます。さっきよりは外足に乗ってるぞ。いや、こちらかどうぞ。全部どうだ。おいー、あゆう、元気よく来たぞ。うまくいった。まあまあまあいった。一歩目よりはいいぞ、レオン。いいよ。ああやってもう元気よく動け。はい。OK。行こう。振るな。振るなよ。腰を高いとこ上げる。うん。何年生？6年。うん。これが1位通過で90番スタートになる。マジ？あ、これは。はい、整備後。3本目、ラスト。じゃあ行きます。お願いします。ちょっと投げ。もうちょいけるな。ちょっとラインが甘かったけど、スピードもつながったんでよかった。頼んで、お願いします。はい、どうぞ。終わり。もう滑りたければセカンドファーストじゃん。あれ、5難です。え、5難ですよ。何で上やってますよ。何で上やってますよ。はい、オッケー。オッケー、おしまい。おしまい。ちょっと右側になると体回ってるけど、それぐらい。そうそう。いいです、お願いします。うん、いいぞ、カノ。はい、ちょっと待ってよ。よくなった。はーい。足首の感じは結構出てたね。オッケー。上行って、上やってますよ。こんな隠し玉のコースがあるから上。いやいや、ずっとありましたよ。マジっすか。歴史的にここに通ってるけど、初めてご紹介されたら、昨日から来たコース。確かに開いてないですね、ここ。稲葉先生。稲葉先生。上上がって上やってますよ。
はい、みんな今年いい夜中寝っぽいっすよ。それから打ち合わせ考え方が違うとできない方だなって、考え方しっかり持てばできる。そこね、どうしたの？シーラスカに、そう、できてる？できてないね。じゃあ、絶対どうするの？この次、あの、セカンドファーストいったら、もっと、逆にちょっともうちょっとバンって中島さん、はい、シュちょっと猫背なんだよな。こんな感じでしっかりポールの上から圧かけていくように。イカズキもしっかり動いてポールの上からギャンってポールの上からしっかりスネ入れてくる。もう一回撮るか。はい、胸とすねの角度が一緒になるようにしっかりすねも入れてくるようにチェックしてください。はい、スキーずらさないようにしっかりカービングで来れるようにね、はい、ポールの横で打ち足。はるかちゃん。はい、しっかり、外足に乗るのも大丈夫なんです、大事なんですけど、内足もしっかり両すね入れてくるように踏んでくると。
加藤さん、これ下で撮った方がいいな。はい、ありがとうございます。これだ。ちょっと牛足が引っかかってますね。下で。お願いします。はい、中島さん、ポールの、上から加圧できるようになってきたので、はい、岡田さん、上の無線聞き取れてるのかな。超いいな、すごいよく乗れてる。黒崎さん、カブ、積極的なところはお前にいいとこなんだけど、もっと持ってこい。ちょっとあれだな、タイミングが遅いな。